ちゃんさん、んこの動画見ました？最もヤバい方法で絵美日記を1週間書き続けた結果。あー、水溜りさんのやつか。あ、見たよ。え、これめっちゃ面白そうじゃないですか。やりましょうよ。でもこれなんか精神崩壊するとか言ってなかった？怖いから無理だよ。やだやだやだ。あ、じゃあヨッチさんにつけてもらいましょうよ。ヨッチ、うん、まあヨッチなら、うん、何何何、あ、ヨッチおはよう。なんか俺の話してたでしょ。あ、ヨッチさんいいところに。ヨッチさん夢日記つけてみてくださいよ。夢日記って何？なんか夢日記は、うん、その日に見た夢の内容をつけるだけなんですけど、うん、頭良くなるみたいなんでヨッチさんにぴったりですよ。頭良くなるの？はい、つけるだけで。はい、あ、面白そう。やってみようかな。じゃあ、でもさ、なんか実は青春期きちゃんさん、なになになに、おかしい。あー、ドッキリ。これまだ、いやいやいや、違いますよ。あ、もうとにかく明日の朝からヨッチさんは夢日記つけてください。うん、まあ分かった。うん、忘れないうち夢に聞かないとな。どんなんだったっけな。さ、キッチンで料理してて、もう誰かいたような気がする。なんか黄色っぽかったような気もするし、なんか案外と夢って思い出せないもんだな。幼稚園の帽子、幼稚園の黄色い帽子をかぶったトミーちゃんだったのかな。うん、まあまあ最初はこんなもんでいいだろ。うん、こんな感じで。よいしょ。よっさよっさ、ちゃんと夢日記つけましたか？ああ、いやでもなんかよく思い出せなかったんだよな。ちゃんと細かくつけなきゃ意味ないですよ。これ記憶力ないからさ。まあでも明日頑張って書いてみるよ。え、ちなみに今日どんな夢だったんですか？あ、今日の夢？今日の夢。あ、よっち、ダビちゃん、一発目の撮影始めるよ。はい、はい。あ、よっさん、後で絶対教えてくださいね。ああ、わかった。よっしゃ、こんなもんかな。あ、昨日よりは書けたな。いやでもやっぱなんか細かいとか思い出せないんだよな。いやいや、こんなんで本当頭良くなんのかよこれ。よし、あー、お腹すいた。なんかやから、お、そうめんやんじゃん。そうめんでも入れて食うかな。よいしょっと、うん、これぐらいあればいいかな。うわ、じゃーん、ドッキリ大成功。ドッキリ、はい、ピエンドッキリでした。あー、ちょっとリッシャーさんにも仕掛けてくるんで。あ、ほんと？はい、多分引っかからないと思います。撮らないで。最初はグーじゃんけんはい、あっち向いてはい、最初はグーじゃんけんはい。おお、ありがとう。あっ、夢日記、夢日記。よっしゃ、今日めっちゃ覚えてるわ。うわあ、めっちゃ、うん、確かこうで、あ、うわ、めっちゃ細かく覚えてんじゃん。やっべー、うわ、なんか楽しくなってきたなこれ。はい、というわけでこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、オッケー。はい、オッケー。今日めっちゃ撮ったね。今日撮ったなー。いやでもね、プール企画取り尽くした。もう取り尽くした。もうこすりすぎた。はい、でも私おかげでもうね、今年のプールは満喫しました。いや、本当に今年にまさかこんなにプール入れると思ってなかった。いや、俺今日疲れながらさ、めっちゃぐっすり寝る。そう、あー、確かにね。どうせビール飲んでしょ。もうビール飲んで寝ます。助けるか。片付けるか。片付けが大変なんよな。じゃあ、あとはマキさん。え、ちょっとなんでなんで。え、ちょっとにゃんでもね、無理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 。じゃ、ちょっとちょっと寝てから、ちょっと寝てからね。ちょっと寝てからにしよう。ずっと寝るよ。
おはよう。おはよう。てか遅い。今日時間かかる企画やるから早めに来てって言ったじゃん。今日何の企画だっけ。は？企画何やるかも分かってないの？いっつもさ、私とかドミちゃんに頼りっきりじゃん。ごめん、ちょっとたまたま今日カレンダー見てなくて。今日はプール企画。プール企画？あれ？プール企画でなんか撮ってないのってあったっけ？は？いやいや、何も撮ってないよ。いや、だって昨日あんなプール企画撮ったじゃん。は？何言ってんの？今年まで一回もプール企画やってないじゃん。だから、まぁ、ちょっともう夏終わっちゃうけど、まぁ、一応やっとこっかって言って昨日話したじゃん。忘れたの？いや、そう、あ、ごめん。もうやる気ないならいいよ。もう今日よっちなしで撮影するから。いいよ、求めちゃんと二人もう帰って。りっちゃんに怒られたからスタジオ行くの気まずいな。でもりっちゃん昨日なんであんなこと言ってたのかな。もしかして俺がプール企画やったと思い込んでたのって夢？いや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 、さすがに夢と現実がごっちゃになることはさすがにないでしょう。疲れてんのかな。あ、疲れてんだな。うん。もしもし、母さん何？いやいや、あんたたまには声聞かせなさいよ。あー、ごめんごめん、最近ね、撮影が忙しくてさ。そうかそうか。そういうもんと、彼女できたの？彼女？いや、母さんには関係ないでしょ、ほっといてよ。気が早いよ、まだ彼女もできてないのに。そうね、じゃあまずは彼女頑張りなさい。あ、じゃあせめてあんたの顔見せなさいよ。めんどくさいな。うわぁ、なんだこれ。最初はグーじゃんけん、はい、あっち向いて、はい、またねー。はい、オッケー。夢と現実の区別つかなかったけど、夢にはいつもピエンがいた。もしかしてこれも夢？夢を覚めろ、夢を覚めろ、夢を覚めろ、夢を覚めろ。もしもし、りっちゃん？ちょっとやつ、いつまで寝てんのよ。今日もサボる気？夢から覚めた。何わけわかんないこと言ってんのよ。さっさとスタジオ来て。あ、ごめん、すぐ行く。聞かれてるせいか、ちょっとおかしくなってきたな。いや、今日書く悩みよ。なんでピエンがここに。もしかしてこれも夢？夢を覚めろ、夢を覚めろ、夢を覚めろ。いない。はあ、夢が覚めたか。はあ、びっくりした。はあ、顔洗ってくるかな。はあ、